弊社のサービスセンターはアパート内における専門家による故障修理、清掃サービスなど様々なサービスを提供しております。サービスの流れは次の通りです。その1、コンサルティング。お客様は専門家に相談しコンサルティングを受けます。その2、確認・診断。修理する場所を確認した後、当社のエンジニアが修理の度合いを診断します。また必要に応じて修理に必要な各備品のコストを詳細にお見積もりいたします。その3、修理・回収。依頼後、当社の技術チームが速やかに修理・回収を実行いたします。その4、カスタマーケア。カスタマーケア部門により進捗を細かくお伝えいたします。その後、事前予約サービス。またお客様の忙しいスケジュールに適した予約サービスも提供しています。その6、保証サービス。修理箇所に応じて1年間の保証サービスを提供いたします。修理サービス。問題を発見した後、特殊な機器を使用して検査と修理を行います。熱探知カメラ。熱、火災、および爆発の潜在的リスクのある位置を検出するための技術システムです。熱損傷の度合いを検査してデバイスの寿命を予測します。多目的メーター。速度、風速、音、明るさを測ります。基準にのっとり HVAC システムの温度、風、ノイズレベルを測定し、各作業エリアに適切な明かりを保ちます。パイプ内検査機。パイプ内の詰まりを見つけます。配管修理機器。パイプ溶接、カッター、パイプ内視鏡など様々な機械で構成されています。公共エリアに配管されているパイプの漏れを診断します。電流テスター。電源および機器の漏れ電流を測定します。設置および雷保護システムの抵抗値を測定し、システムがまだ動作しているかどうかを調査し、それをもとに改善の計画を立てます。漏れ電流防止装置測定器。漏れ電流防止機能が働いているか測定をし、基準に満たない場合は交換をお勧めします。作業支援ツール、多機能ゲージ、漏れ電流クランプ、各修理用ツール。改装サービス。弊社はプロのデザイナーと協力してお客様のアイデアや要望に合わせた独自のプランを提供いたします。清掃サービス。弊社は各エリアに適したクリーニングサービスを提供します。キッチン全体の清掃・除菌サービス。浴室・トイレ。浴室・トイレのエリアでは専門の消毒剤で滅菌を施します。その他、専門の扇風機と蒸気を使った滅菌法を実施しております。絨毯。絨毯に対してはシロアリや細菌の除去を実施し、皮膚病および呼吸疾患を防ぎます。カーペットの端から裏側まで、隅々までクリーニングを行います。エアコン。エアコンの清掃により室内の空気が清潔で快適になるだけでなく、冷暖房システムの改善をします。洗浄プロセスにおいて環境に優しい洗浄剤を使用し、高圧洗浄を行って不純物を除去します。洗濯機。専門の消毒殺菌剤を使うことで内部全体をきれいにし、残留物を取り除きます。サービスに関して何かございましたらお気軽にお問い合わせください。ありがとうございました。